ノンノウェーブをご覧の皆さん、こんにちは。アイコンの J です。ジュネです。今日はノンノからの質問に答える形で僕たちのことをもとしてもらえたらと思います。はい、はい、僕の自己紹介します。僕はアイコンのボーカル担当、アイコンの長男、次男です。僕は、アイコンの中でイケメンを担当してます。背が一番ちっちゃくて違います、はい、よろしくお願いします。はい、僕はアイコンのボーカル、はい、面白いなボーカル、芸人もちょっとテンション上げてください。はい、あ、ちょっと会社はめっちゃ静かな感じだから自然になんか静かになる、ね、それは無視していい。はい、僕は10年です。はい、本当に面白いな性格持てるんです。あ、日本のファンのファンたちには多分うなぎの尻尾って呼んでくれてるんです。はい、最近なんか、ハマってることとかありますか？映画とか。あ、僕は日本の映画めっちゃ好きなんです。だからいろんな映画を全部見てるんです。北野武さんの映画とか、小田切城さん、柴崎浩さん好きです。はいはい、とにかく本当に映画は好きです。はい、はい、僕も最近日本の歌が結構好きなんで、あの清水翔太さんの歌めっちゃ聴いてます。はい、じゃあ日本はいつも楽しみですよね。はい、なんか日本来る自体がちょっと好きだから、なんか、全部楽しみにしているんですよ。だけど特に選んだら、なんか日本のいろんな感じを感じながら日本でお酒飲むのが好きです。はい、またお酒。はい、ホテルの部屋で一人でよく飲んでいます。はい、僕は、最近美味しい寿司屋さんいて、なんか地域の行きながら寿司屋さんを探すのがいつも楽しみです。はい、2018年、グループ同士でやりたいこと、なんか僕はあるんです。なんか僕たちのメンバーがやっぱり一人ずつ個性が強いですよね。だから2018年は、日本でもそうだし韓国でもそうだし、なんかいろんな自分の個性をなんか見せてあげるのができるようになってほしいです。はい、お互いの顔を描きました。でもこっちは絶対僕じゃないと思います。はい、違うんです。なあ、説明終わった？はい、お、先に行き、まあ、先に、はい、これは、僕たちの YG ジャパン会社で仕事やってる人なんです。はい、似てる。だけど集中してください。次男はどこにいるか。はい、どこにいるか、ここです。スタッフさんと、そんなちっちゃくないけど、スタッフさんと次男が一緒にいるとき、はい、その姿。ケミがもケミ、アリ、アリ、ちょっとアリみたいですね。そうだね。はい、僕が履いたジュネはほとんど写真ですね。写真、写真っぽくて。じゃあ笑顔ですか？じゃあ、こんな表情しないんでしょ？はい、一緒ですよ。じゃあ見て、一緒やん。だけどこんな表情しないよ。ジュネの構成、目がちょっと、そうだね、ちょっとなんか目の周りが暗い。そう、ちょっとメイクしてる目を持てるし、大きい唇と太い眉毛。だから日本語は何？ジュネだぞ。あ、ジュネだぞ。ジュネだぞ。ちょっと男っぽく、
っぽいから10年だぞって僕の方がもっとうまかったと思います。だけど表現力は僕がもっとうまいです。表現力はい見てください。はい、じゃあ皆さんが判断してください。次男です。表現力を集中してください。この表現力、はい、はい、これで終わり。じゃあ持っていって。はい、2月12日に横浜アリーナで行われる日本放送のライブイベントパーフェクトバレンタインに出演します。いや、ライブの他にバレンタインならではのスペシャルな企画も予定されていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、詳しくはイベントのオフィシャルホームページを見てくださいね。はい、ノンノウェーブを見ているみんな、これからも応援してね。はい、ありがとう。ありがとう。